はい、今日も、ラブライブスクールアイドルコレクションの開封をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、今日はですね、いつものショップで、8枚ほど買ってきました。で、こちらの方を開封していきたいと思います。ではですね、まず最初1枚目です。さあ、何が出てくるんでしょうか。まず、今日の1枚目こちらになります。はい、ミュージックカードですね。秋のあなたの空トーク、こちらの方が来ました。裏の方はこういう風になってます。こういうカードですね。はい、では2枚目参ります。よいしょ。はい、で今日の2枚目です。こちらになります。ん？お？あ、うみちゃんの SR 来ました。これ嬉しいですね。おー、いや、これ来ると思いませんでしたね。これ、いずれちょっとネットで買おうかなとも思ってたんですけど、出てくれて嬉しかったです。ということで今日の2枚目、なんとうみちゃんの SR カードが来ました。裏の方は、こういう夏祭りのイラストですね。こちらになっております。いや、これは嬉しいですね。はい、ということで今日の2枚目は、うみちゃんの SR カード来ました。はい、で次は3枚目ですね。はい、3枚目は、夢の扉の、小鳥ちゃんのカードになります。こちらのカードですね。はい、こちらですね。はい、ということで、まあ、これも持ってなかったカードなので嬉しいですね。はい、ということで3枚目は小鳥ちゃんの夢の扉カードでした。はい、で次に4枚目です。まあ SR カード出たのでさっき非常に嬉しかったですね。前回が何も出なかった、いいのが出なかったので、はい、で今日の、4枚目はこちらになります。あ、スノーハレーションの、ほのかちゃんのカードになりますね。こちらですね。はい、こちらですね。スノーハレーションのカード、これ今回第2弾のずっと引いてきたんですけど、今回初めて出ましたね。これもなかなかいいイラストですね。曲も大好きなんですけども。ということで、今日の、4枚目はほのかちゃんのカードになりました。はい、それでは次5枚目に参りましょう。はい、5枚目です。さあ、何が出てくれるんでしょうか。できます。はい、お、これも第2弾はとてもいいイラスト多いですね。こちらキラキラセンセーションのほのかちゃんのカードが来ました。あ、この曲も入ってたんですね、第2弾。はい、カードの方はこちらになります。はい、この衣装も大好きなので、他のキャラクターのカードもどんどん集めていきたいですね。はい、次に、6枚目参りましょう。はい、6枚目です。参ります。おっと、ミュージックカード宝物図が来ました。こちらはノーマルのミュージックカードだと思います。特にラメ等は入っておりません。ミュージックカード、これゲームやる上で、たくさんあった方がいいということなので、まあ、こちらも出てきてくれてとても嬉しかったです。ということで6枚目は宝物図のカードでした。さあ、残り、2枚になりましたけども、引き続きいきましょう。はい、今日の7枚目はこちらです。お、マキちゃんのキラキラセンセーションのカードが来ました。これも嬉しいですね。はい、裏側はこちらになっております。で、これ先日何ですかね、お誕生日フィギュア、ちょうどマキちゃんのフィギュアが安く売ってたので買ってきたばかりだったんですけども、ちょうどこのイラストと同じ格好をしてるフィギュアでした。
ということで今日の7枚目はマキちゃんのキラキラセンセーションのカードでした。はい、それでは今日の最後のカードになります。開封していきます。はい、最後の1枚はこちらですね。お、すごい、今日は SR が2枚出ましたね。のぞみちゃんの SR カードになります。わー、 SR2 枚出たのは今までの、引きの中で初めてですね。いや、前回何も出なかった分、今回はいろいろいいカードが出ました。裏の方はこちらになっております。動物シリーズの、のぞみちゃんのカードということになります。それではですね、今日のカード、振り返って参りましょう。こちらになりますね。まずは海ちゃんの SR カード。そして、今先ほど出ました、のぞみちゃんの SR カードということで、非常にいいものが、2枚今回は来ました。いや、今日の引きはなかなか、他の外れっていうか、まあ、普通のレアカード、こちらの方もなかなかいいカードがあったんですけども、SR が2枚出たということで、非常に満足な引きでした。また、次回以降もですね、第2弾の方も頑張って引いていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではまた。